太鼓の音がする。ここはあのララポート立川立飛というところです。実は過去に来たことがあって、もう1年ぐらい経つのかな、1年前ぐらいに来たと思う。まあ1年経ってないか、まあ1年ぐらいで。なんとリスナーさんからこういう DM をいただきまして、え、おまけ横丁ってあれかな、仙台の名取であったやつかな。でなんと太鼓も増大して7台に増えたらしい。じゃあ見ていくか。で俺立つに飛ぶで、え、これなんて読むのって思って調べたら立ち火らしいね。なんかタヒチみたいだね。じゃあ入っていきましょう。で前来た時は3台あって100円、3曲だけね確か。なんかいろいろ張り紙があるな。これあれか、ナムコアプリのやつか。3曲、占領はご遠慮ください。いいね。じゃあこっちからやるか。いや3台多いね。右面終わってる。叩き心地はいいんだけどな。ダメだ、 2P は右面と左口がダメ。ヤーって言ったけど俺のこと知らないかもしれない。ヤーっつっちゃった。ダメだ、頑張っても64。やば、相変わらずここ近いな、前と変わってない。さっきのやっぱりリスナーさんだった。でなんか途中から太鼓込み始めた。残り2台ね、もうちょい待つね。で隣にマリカー4台。で太鼓の横にワニワニパニック。で、あのおまけ横丁はここじゃないらしい、あっちらしい。まあおまけ横丁って言えばナムコだからね、まあ、別なのか。そこに太鼓が3、4台あるらしい。合計7台だからそっちに4台か。本当にあったらすごいな。本当かな。あー、これ知ってる、最新の UFO キャッチャーじゃん。これでも難しいらしいよ。やるか。こっちがやっとプッチョとかチロルチョコとかなんで、こっちの方がいいか。で100円だけいきます。どれも変わんないよね。でも真ん中が好きなんで、いやでも1番が好きだからな。1番で、で落下させてこの穴に入れるといいみたいな感じですね。緊張する、運でしょこれ。うい、あ無理だ。これも隔離付きみたいな感じなのかな、知らんけど。お、ペコちゃんでかっ。開いた、隣近っ。こっち休業帯っぽいな、ちょっと汚い。
そんなタイプ反応悪すぎだわ。一番いいわ。まさかね、真ん中でやってたお二人の方もリスナーさんで、で写真撮ってもらってもいいですかって言われて、写真撮ってる間に真ん中でちっちゃい子に太鼓をやられました。待たないとダメだ。最後の1試合だったのに、まあしょうがないね。やばい、なんと閉まっちゃうらしい、急がなきゃ。やばい、戻んなきゃ。で、さっきのところ取れ高ありすぎてやばかった。やばい、ホタルの光が流れてる。さすがに開いてるでしょ。しかもここだけ寝台だな。ほら、あぶねえ、なんとか間に合った。もうちょい遅かったらもうできないとこだった。いや、まあ結果的に言うと真ん中の台の 2P なんですけど、ここでやるぐらいだったらあっちのなんだっけ、おまけ横丁でやった方がいい。あっちの方が楽しいしね、雰囲気もあるから、あっちの方がいい。